富永太郎5月4日から1925年11月12日は日本の詩人、画家、翻訳家である。東京市本郷区湯島新花町に愛知県氏族で鉄道省勤務の父、富永健二、母、その子の長男として生まれる。母は女学校の国語教師、茂之小学校を経て1914年東京府立第一中学校に入学。 一級下に小林秀夫と正岡忠三郎がいた。1916年、川上哲太郎が神戸一中から編入学し、同級となる。1919年、153人中80番の赤字で不立一中を卒業。同年、第二高等学校理科をつるいに入学。正岡忠三郎や富倉徳次郎と同学年となる。はじめは、 生物学志望だったが、やがて、ニーチェやショーペンハウアーを単独し、文典を望むようになる。1921年、数学と科学で、落第点を取って留年。科学への情熱を失い、授業にほとんど出席せず、フランス語を習い、ボードレールに熱中。8歳年上の人妻との恋愛問題で2校を中退し、上京して1922年に第一 高等学校仏法科を受験するも不合格。東京外国語学校仏語科に入学するも不眠症や頭痛が激しく、出席日数不足で1923年に留年。休学して川端隆子の和塾に通う。同年11月より翌1924年3月までの上海への旅を経て画家として立つことを決心し、本郷の菊坂絵画研究所で修行。 1924年6月、京都帝国大学に在籍する、正岡忠三郎を訪ねて、京都に滞在。この頃、立命館中学の4年に在籍していた、中原中也と知り合う。富永の6歳下。1924年10月、滑血したため、病院での診察の結果、肺結核を宣告される。闘病生活の傍ら、同年12月、同任し。 山眉西を発表。1925年1月、宮沢賢治が前年刊行した、諸女詩集、春と修羅を読んで感銘を受け、正岡に一読を進める。同年11月12日、酸素吸入器のゴム管を汚いと言って自ら取り去り清潔。去年24、弟、富永二郎は美術評論家で、富永太郎詩集を編んだ。作曲家、 富永三郎も弟、ありがとうございます。